縁があるなと私なんか思ったりもするわけなんでございますが、まあそんな中ですね、落語一席聞いていただければと思うんでございますが、今日多分ですね、初めて聞かれる、海外からもですね、来てる方もいらっしゃいますので、落語を初めて聞かれるという方も多いと思います。なので、少しばかりこう、まあ注意点ではないんですが、説明っていうのをさせていただければなと思います。まず、一つ目に、まあ、携帯とかですね、携帯とかそういったのはできれば、まあ、マナーモードとかにですね、していただけると助かります。もしくは、こう話の中で、こう、電話を取るふりとかしたときに、ちょうどよく鳴らしていただくのは、全然大丈夫です。それは助かるんです。それ以外のときはですね、できるだけ鳴らないようにしていただければと思います。あとですね、話の中で私が、おぉおぉ上がんな上がんななんて言うんでございますけども、決して上がんないでくださいね。今日はお子さんが結構多いので、上がってきちゃう子たちもいるんですよね、時々。ちょっと狭いんでですね、ちょっと上がんないようにしてくださいね。そこだけはご協力のほどよろしくお願いいたします。だからまあ、最後に、これはまあ一番大事なことなんでございますけども、やはり笑うことでございますね。やっぱ笑うことっていうのが一番大切でございまして、皆さんもご存知だと思うんでございますが、こう、笑いっていうのは非常に健康にいいもんでございまして、ね、笑いでガンが治ったなんていう話があるぐらいでございます。けれどもですね、ご存知ない方も多いかもしれませんが、笑うだけでいいらしいんですね、これっていうのは。そうなんですよ。これ、笑うだけで健康にいいんだそうでございます。なんかこう、人間のこう、感情というのは表情の後についてくるなんてことを言いまして、悲しい顔をしてると悲しくなって、嬉しい顔をしてると嬉しくなるんだそうでございます。なんでこれ、別に面白くなくてもいいんですね。面白くなくても笑ってれば健康になるんですよ。なんでこう、万が一なんですけども、この後のお話が全く面白くなくても笑ってくださいね。それがこの、皆さんの健康のためでもありますし、私の健康のためでもありますので、そこだけはご協力いただければと思います。で、話の方に移っていきたいと思うんでございますが、今日はですね、さっきMC をしていた、しげみさん、からのちょっと注文でですね、まあ、みんなに分かるような話をしてほしいということでですね、言われて、何の話をしようかなと思いまして、まあ、有名どころの話で、まんじゅう怖いというお話を、させていただこうかと思います。これは、まあ、かなり、まあ、落語の中でも、有名な話でございまして、教科書とかにも載ってるんですね、これ。しかも、外国人が日本語を勉強する教科書にも載ってるんですよ、これ。そうなんですよ。で、そういったのがありまして、私一回ですね、その、日本語を勉強してる外国人のとこに呼ばれて、まんじゅう怖いをやってくれっていう依頼があったんですね。で、私実際にやって、で、まあ、なんとかこう、喜んでいただいてですね、その後の質疑応答があってですね、まあ、いろんな質問があるわけですよ。なんで落語を始めたんですかとか、どんな風にしてやるんですかとか。で、その中にですね、一人だけですね、三所さんは、落語をしていて、全く受けなかったとき、どんな気持ちがしますかって言われまして、どんな気持ち、あ、悲しくなりますねって答えたことを覚えてるでございますけど、やはりこの気持ちの面にこう、関心があるあたり、やっぱり文化が違うなと思ったわけでございますけど、まあそんなゾッとした話がありまして、まあ今日はこれからこの怖い話をするわけなんでございますけれども。まあ、誰しも怖いものなんてのがあるようでございまして、ねえ、まあ、幽霊が怖いとか、あとは虫が怖いとか、珍しいところになりますけど、大きいものが怖いなんて人もいるらしいんですね。大きい船とか、ビルとか、あとなんか大仏とか、あんなのを見るとこう、怖くて足がすくんでしまうと。ああ、そんなのもいるらしい。で、かくいう私が何が怖いかと申しますと、高いところが怖いんですね。高いところ。ほんとこう、2、3階の高さでもこう、足がすくんでね、膝が震えてしまうぐらいの、それぐらいの、まあ、いわゆる高所恐怖症ってやつなんですね。ところがこれ困ったことにですね、私高いところが好きなんですよ。なんでこう、登りたくてこう、登ったら登ったでこう、足がすくんでしまうというですね、なんかこう、好きなのに怖いっていうなんかこの、恋愛みたいな感情を高いところには抱いてるわけなんでございますけれども、そんな、この高所恐怖症、最近面白いですね、ニュースを見まして、高層マンションですね。高いところに、生まれ育った子供っていうのは高いところは怖くないんだそうですね。なので、こう、高いところで遊んでいて、落ちて怪我をするなんていう事故が起きてるんだそうです、最近は。これなるほどなと思いまして。かくいう私はどうだったかと言いますと、もう生まれ育ったところがもう、平屋建てですよ。1階もないぐらいな、もう 0.7 階建てぐらいのですね、ボロボロの平屋建てに生まれ育ちまして、しかも村だったんですね。明日の山奥の村でございまして、今でこそお店もあるんですけども、当時はもうコンビニもないですし、信号も一つしかない。奥の方まで行くとまだ縦穴式住居に人が住んでましたからね。それぐらいのところでございます。もちろん高いところもないわけなんですね。
なんでこんな極度な高所恐怖症になってしまったのかなーなんて、ちょっと合点がいったわけなんでございますけども。やはりそう思うとですね、あれ、小さい頃の環境っていうのが、すごくこう、怖いものに影響を与えるんだと。虫なんてそうですよね。本当はゴキブリとか、クモとか怖くないはずなんですよ。ね、噛みつくわけでもないですからね。ところが、なんであれ怖がるかといったら、親が怖がるから怖がるんですね。そうなんですよ。例えば、こう、ジャングル奥地に行って、ね、ジャングル奥地の部族がゴキブリ出てきたところで、うわぁ、ゴキブリだとかなんないですからね。うわぁ、殺虫剤とかなんないですから。これやっぱ、親の影響なんですよ。こう、子供は、もともとは怖くないんですけど、こう、親がこう怖がってるのを見て、あ、これは怖いもんだなと思って、怖がっちゃうわけなんですね。そう思って、やはり、この子供の前での、この親っていうか、まあ、大人っていうんですか、この対応ってすごく重要だなと思いまして。なんで、こう、虫とか出てきた時に、怖くてもやっぱ怖がっちゃいけないんですね、子供の前では。これ怖がってしまいますから。なんで、例えばこう、ね、朝ごはんとか、例えば食べてて、ゴキブリが出てきて、まあ嫌ですよ。うわーってなりますけども、そこなっちゃいけないんですよ。こう、凛として、もう、動じずに、こう、気にせずご飯を食べて、ぐらいのですね、このたくましさを見せれば、子供もおのずと、ぐらいのですね、たくましい子供が育つんじゃないかと、まあ、そちらの方がよほど怖いという話でございますけども、まあこんな怖い話をですね、今も昔もこんな人が集まりますけど、おーするわけでございまして、おお、あ、なんかい、ああ、上がんな上がんな、ああ、ああ、まだ外雨降ってたろ、ああ、上がんな上がんな、あ、今飲み始めたとこなんだ、上がんな上がんな、おー、これみんな揃ったかね、お、熊の野郎がいねえな、どうしたの、まだ来てねえ。どうしようかついてきねえかついてきねえかどれに口を言うねえお前どれに追われてんのここに来る途中によ裏の路地歩いてたらよピトピトピトって音がするんだもう俺は怖いからよ怖いからよもう聞かねえふしてよ歩いてたんだそしたらまたピトピトとって音がすんだ。俺はもう怖えけどよ、怖えけどもう、意を消して振り向いたんだ。そしたらよ、これぐらいの蛇がこっち見て睨んでやがんだ。俺はもう怖くて怖くてここまで駆けてきたの。何言ってんのお前さん。これぐらいの蛇の情けないね。それちげえんだよ。俺は長えものが怖えんだよ、長えものがよ。蛇も、うなぎも、水も、うどんも怖えんだよ、うどんもよ。ふんどしちゃって今だに怖くて負けたことがねえんだ。ねえ、あとも言ってやったからこいつには情けねえって。まあ確かに情けねえ話あるが、実は俺も一つだけ怖いもんがあってな。おお、なんだよ。雲。ああ、雲だ。雲は俺も苦手なんだよ。なんであんなに足があるんだろうね。せめて4、5本にしてくれやいいもの。あんまりわかるよ。俺も嫌いねえんだよ。お前は何かあるのかい。ほら、テントムシ。テントムシ？なんだよ、テントムシの、ちっちゃい話かい。そうなんだ。あのちっちゃい虫がよ、高えとこ高えとこ、お天道さん目指して登ってくじゃねえか。あれ見てっとよ、俺こんなとこで何してんだってよ、こんなとこでよ、地べたに這いつくばってよ、情けねえだってよ。だから俺、あの天道虫のひたむきさが怖えな。何言ってんだお前。お前さんの方が怖い。おめえは。明日ぶっ。どうも。どうもじゃないよ。こっち来て話混ざんな。何してんだ。すいません。いやー、さっきから聞いておりましたら、でのドアが、何が怖え、何が怖えのって、いささか、くだらねえな、なんて思っちゃいまして。何がくだらねえんだよ。あ、おめえさんも、怖えもの一つや二つあるだろうが。あしゃ、怖えもんなんてこれがねえんすよ。嘘言うんじゃないよ。雲なんてのは、怖えだろ、おめえさんだって。雲なんてあしゃ、見つけたら取っときますからね。取っとく？なんだよ、取っときまして、朝飯の時に。やま納豆も糸の引きが足んねえなーなんて思いましたら、この取っておいた雲をこれに入れるんですよ。そうすると、糸の引きが良くなって、うまいぞ、これ。いや、うまかねえだろ、こんなもんよ、お前。テントムシはテントムシ。テントムシも取っときます。いや、だから何で取っとくってよ。取っときまして、あ、今日の朝飯、彩りが足んねえなーなんて思いましたら、この取っておいたテントムシをこれに振りかけるんですよ。そうすると、彩りが良くなって、若干動き回るんで、食いにくいんですけどね。いやいや、食いにくいという話じゃないですよ。何でも食うのじゃあ、ヘビはヘビ。ヘビは震えちまいますよ。やっぱり怖えんじゃねえか。あんなうまそうなの見ると震えが出ちまうぞ。ヘビも食っちまうのかい？何でも食
んだよ、お前さ。じゃあ、豚なんてもちろん食うなら当たり前じゃないですか。あしはね、四本足のもんだったら何でも食っちまうんですよ。最近ここら辺で、野良猫を見かけねえと思いません？野良猫？見ねえな。お前もしかして。食っちまったのかい？猫なんかうまかねえだろうに。まあ猫もおひたしなんかにするってと酒のあてにいけるもんなんですよ、これは。そんな話をしておりましたら、この間うちの近所の方が訪ねて来られて、おみさん、四本足のもんだったら何でも食えるって言ってるらしいが、これも食えんのかいって、こたつ持っていやがったんですよ。どうしたんだ？もちろん足は言ってやりましたよ。なんて言ったの？あ、先生、足四本足でも当たるもんだけは食わねえようにしてるんですってね。てめえじゃないよ。みんな分かってねえじゃねえかい。今のはな、こたつに当たるって言うだろ、火に当たるの当たると、食い物に当たるの当たるかけたんだ。分かってねえじゃねえか。こんなとこに集まるのバカばっかりなんだからよ。まあいいや。いや、お前ほんとに怖いもんだねえよ、これ。だから、あしは怖いもん。テントウムシは怖いなんて言ってんだよ。ああ、バカになんかしやしないから言ってごらんな、何が怖いんだよ。まんじゅう。あ？まんじゅう。あ？まんじゅう。まんじゅう？なんで？珍獣の石かい。食うまんじゅう。食うまんじゅう？なんで食うまんじゅうって、そばまんじゅうとか栗まんじゅうとか、それ以上言わねえでください。それ以上言わねえでください。いやいや、それ以上言わねえでくださいじゃないよ。何を食うんだ、あんなもん。あんなもん、ただ、あんが生地に、それ以上言わねえでください。それ以上言うんであれば、人思いに殺してください。何言ってんだ、これ。分かった。まんじゅうが怖いね。分かった。ちょっと、まんじゅうのことを、思い出してしまったら、ちょっと、気分が悪くなっちゃって、ちょいと休ませていただいてもよろしいでございますか？構えしないよ。そっちの部屋で休んどきゃな、そこで。おい、聞いたか？あの野郎、まんじゅうが怖いだって。あら、嘘だろうな。あら、ほんとだ。俺が聞く話によるって言ってよ。中には大仏が怖いなんて野郎もいるらしいから、あの震え方は尋常じゃない。あら、ほんとにまんじゅうが怖いんだ。ところで、おめえさんたち、あのキスケのことはどう思ってんだ？どう思ってるってな、俺は好きじゃねえよ。なんか人のことバカにしてやがるしよ。なあ、俺は好きじゃねえな。おう、そうか。ちょいと、面白いことを思いついたんだが。なんで面白いこと？あのよ、キスケがよ、寝てるうちに枕元にまんじゅう、たんまり送ってのは、どうや、そりゃひでえよ、お前、あんまりにも。やってね、今、まんじゅうって聞いただけであいつ、気分悪くなって寝ちまってんだよ。ああ、それが、枕元にあった日は、死んじまうかもしんねえよ。いいじゃねえか。まあ、もしそれで死んだとしたら、まんじゅうだけに暗殺ってことになるがな。その時までは、おやじ、手分けして、まんじゅう買ってきてくれ。ああ、たんまり買ってきておくれよ。てなわけで、このキスケが怖いと言ってるまんじゅうを買ってきて枕元に、置いてやろうということになりました。そういうわけです。はい。大丈夫ですか？暗殺の案は、まんじゅうの案と、はい、かけたんですね、あれ。はい。もし分からなかったら、周りの足で適当に笑ってくださいね。はい。てなわけでですね、まあ、まんじゅうを、まあ、重い重いのまんじゅうを買って、帰ってくるわけでございます。おお、買ってきてくれたかい。ああ、いっぱい買ってきてくれたかい。おこれはうまそうよね。栗まんじゅうに、くずまんじゅうに、これはおはぎか。ああ、まあ、おはぎもいいか。おお、なんだよ。つまみ食うか。あとでみんなで一緒に食おうじゃねえか。ちげえんだよ。このくずまんじゅうはよ、あいつが起きたら顔に投げつけてやんだよ。そしたらなるきっと、わあ、まんじゅうが顔に噛みついたとか言うぜ、きっと。面白いね。やろうやろう。寝てやがら、布団頭までかぶって寝てやがら。おきすけ、気分はどうだい？
ったんですが、なんかこう周りに饅頭がいるようなそんな寒気がします。饅頭がいるようなって虫が知らせるんだろうな。ちょいとよ、あーみんなでそばでも食うかって言ってんだが起きてこねえかい。あーさようでございますか。あーならばお邪魔いたします。あの野郎震えてやがら、これ本当に暗殺しちまうかもしんねえな。まんじゅう、まんじゅう、栗まんじゅう、栗まんじゅう、この満月のような輝き、そしてこの小判のような丸み、怖い。あの野郎、まんじゅうに命乞いしてやがら。栗まんじゅう、栗まんじゅう。きめ細やかな白あん、決して甘すぎず、まるで秋風のよう。そしてこの栗の食感、怖い。おお、ちょいと待って、あの野郎まんじゅう食ってやがら。俺騙されたんだ、あの野郎に。おい、つけ。おめえ本当まんじゅうなんか食わかねえだろ。怖い、まんじゅう怖い。嘘つけ、おめえまんじゅう食ってるじゃねえか、こんな野郎。おめえ本当一体何が怖いねん。ここらでしょ。務めさせていただく予定だったんですが、遅刻してきました。翔太と申します。しばしの間よろしくお願いいたします。ごめんなさい、本当は4時から落語が始まる予定だったんですが、ちょっとお買い物をしてまして遅刻してちょっと時間が遅くなりました。ごめんなさい、まだドキドキしてます。私はこういった落語で高座に上がって人前で披露させていただくというのは、12月に入ってから始めたばっかりで、本日3回目でございますので、まあ生温かい目で見ていただければよろしいかと、一つお願いを申し上げます。すいません、私のせいで時間が押しているので、もうさっと落語の方に入らせていただきます。短い味噌豆というお話を披露させていただきます。佐田吉、佐田吉、はい、旦那様、何でございますか。あのな、今台所で味噌豆煮てるから、煮え具合をちょいとお前見ておいで。はい、わかりました。なんかいい匂いすると思ってたんだよね。膝の上に見てたのか。あ、これだ、これだ。蓋を。おお、すごい湯気だね。ああ、いい匂いがするね。煮え具合を見てと。
よいしょ。美味しく煮えてるんじゃないのかな。ちょっと味見してみないとわからないかな。美味しく煮えてるね。美味しい美味しい。美味しく煮えてる。ちょっともう一個味見しようかな。美味しいねー。もっと食べようかな。つけるから、これをね、お宮さんのとこまで届けておくれ。でね、帰りにね、もう一軒頼みたいよ。おい、佐々木ち、お、あの野郎、そそっかしいね。用件最後まで聞かずに行きやがる。ともしめず。鍋の蓋も開きっぱだよ。これじゃ、埃が入るね。匂いがするね。あ、いい匂いだね。どれ、ちょいと味見してみようかな。おち、おいしく煮えてるね。もうちょっと味見しようかな。おいしいね。でもこんなことしてるときに貞吉が帰ってきたらね、お旦那様、旦那様もつまみ食いしてるじゃないですか、なんて言われるとね、後で小言が聞かなくなるからね。どうしたもんかね。そうだ、茶碗があったと。これによそって、こんぐらいでいいかな。どっか一人で食べれるとこは、そうだ、2階がいい。でもな、2階はな、子供っていうのはトントントンと駆け上がってくるもんだからね。いつ貞吉が上がってくるかわからない。あ、押し入れ。押し入れは暗くて怖いからやだね。じゃあどうしようかな。どこかいいとこあった。たわやだ。便所なら一人でまあいいんだからね。そうと決まればと。悪知恵はこういう時に働かせるもんだね。それじゃあいただきます。おいしいね。でもなんかちょっと臭いね、ここ。まあ便所だからね、しょうがないね。おいしいおいしい。なんかちょっと臭いけどね。うまいうまい。臭い。旦那様、ただいま帰りました。旦那様、あれ、いないのかな。
ちょうどいいね。さっきの味噌豆食べちゃおうっと。旦那様がいないんだから、やっぱり美味しいね。美味しい美味しい。でもな、旦那様がいつ帰ってくるかわかんないしな。また食べてるとこ見られたら元食らうからね。あ、茶碗があった。あ、じゃあこれによそってと。でじゃあどっか隠れて一人で食べれるとかないかなあ。そうだ、2階がいい。あ、でも待てよ、もしかしたら旦那様2階で昼寝してるかもしれねえな。じゃあどこがいいかな。押し入れ。押し入れはな、暗くて怖いからやだね。じゃあどこがいいかなと。あそこがいい。川やだ。便所なら一人で満員だからね。そうと決まれば。悪知恵はこういう時に履けて荒化するもんだね。よし。お、旦那様。お、佐々木ち、お前何をしておく。おかわりをお持ちしました。しんがりでございます。あと一席のお付き合いをお願いいたします。いや本日は誠にお足元の悪い中お越しいただきまして誠にありがとうございますというところで、なんかあの奥の方に止められた方がいらっしゃいます。なんか若干ぬかるんでるって話を聞いたんですけど、後でちょっとござを準備しておってぬかるみから出そうかなと思ってるんですが、ですね、私あのこのお散歩着物推進委員会というところで、まあ、番頭ということで名乗らせていて、いろいろこの着物のイベントをですね、させていただいております。あと、落語の方もですね、お寺で落語というところで、まあ、月に2回ですね、定期寄せみたいなのをさせていただいてるんですけども、まあ、そちらの方でも、まあ、番頭みたいな感じで、まあ、要は何でもやるんですよね。屋形船でやったりとか、まあ、神社、お寺で落語のくせに神社でやったりとかですね。あと、今日、料理を出していただいたイクイプメントフロアさんのお店の方で落語させていただいてるか、まあいろいろ周りの迷惑顧みず、いろいろ企画をやっていってるんでございますが、この間、そのお寺で落語の方にですね、読売新聞の方から取材がありまして、いや、そのお寺のですね、落語の流れで、大体毎回その長い話をするんですよ、誰か一人で。それが鳥っていうふうに言われまして、で、まあその日の主役なんですよね。で、ちょうどその取材があった時が、私が鳥だったんですよ。で、まあ、読売新聞の取材がありまして、まあ、みんなにこうインタビューしてたんですけど、まあ、私もインタビュー受けて、ああ、いつになったらこう、乗るのかなと、いろいろ、待ってたんですけど、ね、先日ですかね、一昨日ぐらいの新聞に乗りまして、もう新聞のね、4分の1ぐらいのところに。で、まあ、私も結構写真を撮られてたんで、あ、これはね、あの日は撮り取って主役だったから、映るだろうと思って。で、パッと開いたら、さっき出てきた翔太くんが。あれ翔太くんですね、さっきうまいことやってましたけど、まだ3ヶ月、2ヶ月ぐらいも経ってないんですよ。お寺で落語じゃ新人の部類ですよ。私1年ぐらいやってるんですけど、翔太くんの写真がデカデカと。
で内容はですね、翔太君とあのうちのお席系 の香りや風船さんって言うんですけど、風船さんもその時は途中だったんですよ。別に主役じゃなくて、主役は私だったんですよ。なんか翔ちゃんがデカデカと映ってて、翔ちゃんと風船さんの話しか書いてないんですよ。俺の話どこにも書いてないんですよ。いや思ったんですよ、やっぱりね。ああやっぱりな、男も若い方がいいんだなと思いまして、若干今この会場の女性を半数以上敵に回したようなセリフでございまして、まあそんなこんなでやっておりますんで、まあお時間とございましたらですね、まあ定期的に、来年も、まあ今年は終わりましたけど、来年も熊本駅の近く の興福寺という普通の浄土真宗のお寺さんの方でやっておりますんで、まあ機会があれば来ていただけると、まあゆるっと楽しんでいただけるかなと思います。まあ、落語の方と申しますとですね、まあね、いろんな種類があります。古典落語、新作落語っていうのがあるんですけども、新作落語って言いますと、まあ、現代の、なんか、コントみたいな話です。まあ、大体みんな話すのは古典落語というのが出てきますが、その、まあ、古典落語、大体まあ、舞台はですね、まあ、江戸時代とか、まあ、その辺の話になってまいります。まあ、江戸時代はと申しますと、まあ、人様には、身分階級というものがございます。まあ、学校の時にも習いましたが、死の交渉というやつでございますね。まあ、市民の一番頭に立ちますのが、